群馬県民はお祝いがあると長藩に行くと聞きました。はい、多分ね、これはね、大体合ってるかな。群馬県の大衆焼肉屋のことっすね。群馬県の焼肉屋っつったら朝鮮飯店っていうのがあるんですよ。もう長藩長藩って言われてて、だからそれはみんな行くと思います。私もね、昔はずっと言ってました。長藩長藩っつってね、長藩行くの楽しみでしたもん。テストで100点取ったら長藩、運動会があるときは長藩、そんな感じっす。